ヘンリー2世は、プランタジネット長初代のイングランド王国の国王で、ある。父は、フランス王国の有力貴族のアンジューハクジョフロワ4世、母は神聖ローマ皇帝ハインリヒ5世の皇后で、皇帝ハインリヒの死後イングランドに戻り、その後、フランスに渡ってジョフロワ4世と再婚した、マティルダである。外祖父は、イングランド王のヘンリー1世であった。母マティルダは、 ヘンリー一世、死後、1141年内の数ヶ月という短期間ながら、イギリス初の女性君主となった人物である。ヘンリー二世は頑丈な体育を持ち、育びであった。また、退職ではなく増加の間違いでできたと言われるほどの巨腹であったが、波乱の生涯を送り、精力的に活動した。父方と母方からの相続と自身の婚姻により広大な、 所領を獲得し、ピレネー山脈から南フランス及びイングランドにまたがる、いわゆる安住帝国を築いたが、晩年は息子たちの反乱に苦しんだ。アリエノールダキテーヌを描いたステンドグラス1135年、ヘンリー一世は娘のマティルダを次のイングランド王に定めて放御した。この決定に、マティルダのいとこのスティーブンがことを唱えて同年。 イングランド王に即位すると、両者の間に、無政府時代と呼ばれる長い内戦が続いた。アンジューハク・ジョフロアとマティルダの長子として1133年に、フランス西部のルマに生まれたアンリは、12歳になると、イングランドに渡って、母を助け、1147年に、マティルダがアンジューに戻ってからも、1149年以降何度か、イングランドに渡って、スティーブン側と戦った。 いずれの戦闘も短期間で、戦況にはさほど影響は与えなかったが、マティルダ派に希望を与えた。1150年、すでに父女フロアが征服していたノルマンディー行為を受け継いだ。さらに1151年、父の死により安住伯領を受け継いだ。1152年には、フランス王類七世の王妃であった11歳年上のアリエノール・ダ・キテーヌと結婚し、 彼女の相続地アキテーヌ工領の共同統治者となった。アリエノールの先父であるルイ7世は自身の妹婿でスティーブンの息子のブローニュ博、ウスタシュと結んでアキテーヌ工領に侵入してきたが、アリエノールの夫となったアンリはこれを防いでいる。1153年にウスタシュが急死するとアンリはスティーブンと和平協定を結んで、 スティーブン死後のイングランド王国の王位継承者となり、1154年にスティーブンが亡くなると協定通り、ヘンリー2世として即位した。なお、この時からイングランド君主の称号は、レックス・アングリとなっている。これにより、イングランド王国に、アンジュー家によるプランタジネット帳が創始され、ヘンリー2世が領有する地域は、ピレネーからアキテーヌ、ポアトゥルにかけてのフランス南西部。 アンジュノルマンディーなど、フランス北西部、さらにイングランドの新領土を加えた広大なものとなった。なお、ヘンリー二世の創始した王朝は、本来ではアンジュ朝と称されるべきであり、事実15世紀まではアンジュと呼ばれていたが、現在では一般にプランタージネット朝が用いられる。これは、ヘンリー二世の父女フロアが、 エニシダの小枝を帽子に刺して戦地に赴いたことに由来する。1154年のフランスにおけるプランタジネット長のハント・ヘンリー2世は長い内戦で疲弊していたイングランドを安定させるとさらなる勢力拡大を図った。北方ではスコットランド王マルカム4世を屈服させノーサンバーランドとカンバーランドを領有した。 1174年には息子たちとの内乱に乗じてノーサンバーランドへ攻め込んできたウィリアム一世も破りファレーズ協定でスコットランドのイングランドへの侵入などイングランド優位の項目を取り決めた。西法ではスティーブン時代に失われたウェールズの支配を復活させた。アイルランドに関してはアイルランドでケルズ協会会議が開かれた3年後の1155年。 イングランド出身の唯一のローマ教皇、ハドリアノス4世が、ローデビリターと題する教皇直書を発し、ヘンリー2世に対して、アイルランド攻撃を許可し、アイルランド全島の教家を命じたと伝わるが、この直書の信憑性については、疑問も持たれている。ヘンリー2世はアイルランドへの植民を進め、ローマ教会との交渉でその総主権を認められ、1171年、 アイルランド教の称号を入手した。フランスで悪い7世との交渉を続けながら、4男のジョフロアの婚姻により、ブルターニュ公領を支配下に置き、さらに、トゥールーズ博に対して、アキテーヌ公の総資権を主張して、これを侵入させた。これらは後に、アンジュ帝国と通称されるようになる。ただし、この帝国は、ヘンリー2世が個人として、 各社区位とそれに伴うそれぞれの報道を所有しているだけであり、統合性は名実ともに備わっておらず、一円的な領域支配からは遠かった。そのため、ヘンリー2世の死後は、帝国は再び分離し始めることとなった。ヘンリー2世はさらに、次男の若ヘンリーをルイ7世の娘マルグリットと結婚させて、当時四次がいなかったフランス王位も狙ったが、これは後に、 フィリップ二世が誕生したため果たせなかった。また、ヘンリー二世には、娘が三人いたが、長女マティルダは、ザクセン公権マイエルン公ハインリヒに、次女エリナーは、カスティーリア王アルフォンソ八世に、サンジョジョーンは、シチリア王グリエルモ二世に嫁がせ、これらと結んで神聖ローマ皇帝のフリードリヒ一世に、対抗した。こうして、征服王ウィリアム一世によって始められた中世。 イングランドの基礎付けは、またしてもフランス出身のヘンリー2世によって、大成されることとなった。ヘンリー2世は即位すると諸侯に命じ、内戦時代に築かれた城塞を破棄させ、不当に奪った領土を返還させて、ヘンリー1世時代の諸権利を回復させた。さらに、戦争で疲弊していた、イングランドの行政、司法、平成を再建し、巡回裁判官を各地に派遣して、 地方の行政を監視させ、基礎売償性を定め、土地などの占有権侵奪回復訴訟を、令状によって、国王裁判所に集中させた。現在に続くイギリスの諸制度の多くは、この時代に整えられたものだと言われている。ヘンリー二世統治のもとで、イギリス独特の議会制度の延言となる、いわば強制的自治と形容すべき、封建的な諸勢力からの干渉を排した王権に、 直属した地方自治制度の大枠が形作られ、イングランド全土に適用される古文章が整えられたのである。なお、イングランド王室紋章にライオンの紋章を採用したのは、ヘンリー2世であると言われている、ノルマイコンクエスト以来、歴代イングランド王は同時にノルマンディー公を兼ねていることが多かったので、有力諸公がひしめくヨーロッパ大陸の領土を巡回するため、長く、 フランスに滞在し、イングランドに滞在することは少なかった。ヘンリー2世もその例に違わず、フランスに居住していることが多く、ノルマンディのルアンが実質的な首都だった。大陸に比べ領土が確定し、比較的安定した統治が見込まれるイングランドは、軍事、財政面で大陸経営を支える役割を担っていたが、イングランド貴族の多くは、軍役免除金を支払って、 大陸での従軍から逃れることを望んだ。これは、後に独立性の強いジェントリーと呼ばれる階層が発生する原因にもなった。トマス・ベケット殺害を描いた14世紀の写本差し絵、カンタベリー大司教、トマス・ベケットは、ヘンリー2世の信頼と愛好を一心に集めた、副心であり、また、息子のヘンリーの家庭教師を任せた友人でもあった。ヘンリー2世は王による、 教会支配を強化しようとし、また、政教関係の難しい調整を期待して、かつて大法官として、トマス・ベケットを1162年に、イギリスの創始教材につかせたのである。この時、ベケットは、これで、キカの愛子も、我々の友情をもう終わりだろう。なぜなら、キカが、教会事項について要求されるだろうことは、私の承認できぬことだからと語ったと言われる。 大司教となったトマス・ベケットは、教会の自由を唱え、ことあるごとに王と対立した。特に、裁判制度の整備を進める上で、クラレンドン法を制定して、罪を犯した聖職者は、教会が理解を剥奪した後、国王の裁判所に引き渡すべしと教会に要求したが、ベケットはこれを教会への干渉として拒否した。ベケットは1164年、国外追放に処せられた。 1170年、イングランドに帰国したベケットは、親国王派の司教たちを解任した。これに対し、国王が大司教暗殺を望んでいると誤解した4人の騎士は、カンタベリー大聖堂において、ヘンリー2世に無断でベケットを暗殺した。人々はベケットを殉教者とみなし、ローマ教会は即座にベケットを劣勢した。ヘンリー2世の立場は非常に悪くなり、 修道士の粗末な服装で、ベケットの墓にぬかずき残悔をするとともに、ローマ教皇に降伏しなければならなくなった。この事件は、口述するように、ローマ教会への情報ばかりではなく、進化の反逆や息子たちの離反まで招いたのであった。トマス・ベケット殺害に対する残悔として、王は十字軍遠征を約束し、当面の資金援助として、テンプル騎士団に、 200人分の費用を提供した1185年、サラディンの重圧の前に、風前の灯火であったエルサレム王国から救援を要請する施設団がヨーロッパを巡回し、イングランドにもやってきた。エルサレム国王ボードアン4世は、アンジュ家の分家出身で、ヘンリー2世の重邸に当たったが、病気のため、子供がおらず、ヘンリー2世に十字軍十軍と、 エルサレム王位継承を要請した。しかし、ヘンリー2世は、自民と資金の提供は承知したが従軍の約束は、しなかった。1187年のハッティンの戦いの後、エルサレムは陥落し、ヨーロッパでは、第3回従事軍が勧誘された。三男のリチャードは即座に参加を希望したが、ヘンリー2世とフィリップ2世は、お互いに牽制し合い、 まず協定を決めることから始めなければならなかった。ヨーロッパ中で有名なサラディン税が徴収されたが、ヘンリー2世は結局聖地には向かわなかった。1902年の書籍のイラストに描かれたヘンリー2世、ヘンリー2世と王妃アリエノールとの間には、創生したウィリアムのほか若ヘンリー、リチャード、ジェフリー、ジョンの4人の息子がいた。彼ら息子たちのうち、 一人として、父を裏切らない者はいなかった。1169年、ヘンリー2世は、フランス王ルイ7世の提案により、14歳になる若ヘンリーを、後継者と定めて、アンジューとメーヌの地を、12歳のリチャードには、アキテーヌ、11歳のジェフリーに、ブルターニを分配し、フランス王に新従霊を取らせることで大陸側の、所領を確認させた。 わずか2歳だったために領地を与えられなかった罰子のジョンはヘンリー2世に領地のない奴とあだ名をつけられ逆に不憫がられ溺愛されるようになる。1169年のフランスとの協約に従い、ルイ7世の娘婿でもある若ヘンリーは1170年に共同をとして退官するが実権はなく父に対して不満を抱いていた。特に自身の教育係だった。 トマス・ベケット暗殺事件で父に対する不信感はさらに強まり、加えて父のジョンへの偏愛にも起こっていた。当時30代だったヘンリー2世は息子への領地の分配を単に名目上のものと考えていたが、実際は息子たちがルイ7世に侵入したことにより、大陸側の領土の創主はフランス王であるという事態が生じてしまった。1173年。 若ヘンリーは敬愛したベケット同様、父の支配を逃れるべくルイ7世紀のもとへと走り、ヘンリー二世と不仲になった母、アリエノールやリチャード、ジェフリーと組んで、父の独裁に対して反乱を起こす。戦いは、序盤以降は、ヘンリー二世が優勢で、翌1174年には、両者は和解した。しかし、彼らの母、アリエノールだけは、イン後十数年間、 反逆の罪で、イングランドでの監禁生活を強いられることになった。ヘンリー2世は、若ヘンリーらを許し、両者の間で和解が成立したが、その後も若ヘンリーに君主としての実権がない、状況に変化はなかった。フランス王イ7世は1180年に死去し、1182年に、ヘンリー2世は、ようやく若ヘンリーに君主としての権限を与えるべく、 アキテーヌ公リチャードとブルターニュ公ジェフリーに対し、若ヘンリーへの心中霊を取らせようとした。ところが、ジェフリーは最終的には従ったが、リチャードは若ヘンリーへの心中を拒み、アキテーヌに戻って反抗した。そのため、若ヘンリーとジェフリーがリチャードを攻撃する騒ぎになった。1183年に若ヘンリーは病死し、リチャードがヘンリー2世の後継者となった。 リチャードは母、アリエノールの気質を最も濃厚に受け継いだ人物と言われ、ヘンリー二世死後にイングランド王となってからは戦争に明け暮れ、死死神王とあだなされる勇敢な戦士であった。リチャードは父からアキテーヌ行為をマッテーのジョンに譲るように命じられると、これを拒絶した。一方、ジェフリーは父ヘンリー二世から離れ、ルイ七世の後を継いだ。 フランス王フィリップ二世の元へ身を寄せ、1186年、パリでフィリップ二世が開催した馬上やり試合での怪我が元で、休止した。1188年に、ヘンリー二世とフィリップ二世の争いのさなかの和平交渉中、リチャードは父の前でフィリップ二世に真珠の誓いをし、公然と父との敵対を宣言した。 翌1189年の戦いの中、ルマンに立てこもったヘンリー二世は、リチャードとフィリップ二世の追跡を交わそうと郊外に火を放つが、炎は市街へと燃え広がり、自身の生まれた町は、焦土と化した。すでに健康を害していたヘンリー二世は、精神的ショックに耐えられず、死のん城に撤退し、さらに寝返った者の名簿の戦闘に、最愛の息子、ジョンの名があるのを見て、 最後の気力を失い、間もなく崩御した。56歳没。最後を見取ったのは、中心ウィリアム・マーシャルなどともまりの者と、息子の中では、諸子で創石にあった、ジョフロアだけであった。遺体は、シノン近郊のフォントブロー修道院に安置された。なお、父ヘンリーの最後を見取ったジョフロアは、1189年、イングランド王となった、リチャード一世によって、 ヨーク大司教に任せられた。ヘンリー二世は相当な学者でもあり、先祖譲りの劇場家だった。また、その勢力的なことは、教端に値するもので、その日常にはおよそ休息というものがなく、戦争がない時には、日の出から日没まで狩猟を行った。また、帰還しても夕食以外は座っていることすら、できなかったと言われている。ありがとうございます。